ちもなかさんは5時17時40分に行ったらもう閉まってて、てっきり18時までだと思ってたよ。すごい勘違いしてました。こんばんは。中坂さんは編み物が絶対に終わらなさそうなのでどうしようって今なってます。絶対に終わらないもん。今日は T シャツです。こんばんは。編み物してる姿も見たい。そんなこと言われたらミショールームで全然やっちゃうけどね。こんばんは。8月4日の公演外れた？当たった方も何名か見ましたけど、外れちゃった方もやっぱたくさんいらっしゃるんですね。タスクは一つ終わったけど、それでも編み物が終わらないんですよ。なんか結構毎日一生懸命今編んでるんですけど、なんかまだ一つ目すら完成してなくて、なんか終わりが見えない。どうしたらええんですか。いや本当にくしゃみ止まんないし。みんな結構外れてるやん。逆にショールームに当たった方が全然いないね。あ、4日行くよって方もいるわ。あ、当選しました？行くよっていうこと。本当に？半々って感じですね。4外れたけど1当たりました。おお、じゃあ1楽しみましょう。日曜日、確かにもう全然。なんかでも K2 公演は覚えてる。ビジョンが見えるの。うん、編み物が終わるビジョンだけ見えてない。当たった。おお、1日入ります。楽しみましょう。もう何この触覚、へんてこなんだけど。本日誕生日で8月4日当選のプレゼントいただきました。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトライオンマルさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう。誕生日おめでとうございます。長坂美優ちゃんのことが最近すごく好きで好きでたまらないんじゃないですか。そんな感じがね、溢れてますね。はい、溢れちゃってますから、その溢れた気持ちを忘れずにこれからもいっぱい溢れさせて、長坂美優ちゃんへの気持ちでいっぱいにしてください。そしてますます長坂美優ちゃんのことが大好きになって、長坂美優ちゃんを思い続ける日々を過ごすために、これからも一生中坂美優ちゃん推しでいてください。一生中坂推し。お誕生日おめでとう。おめでとう。おめでたいね。でも一押しは中坂じゃないんだ。でも全然いいんだ。長坂推しであれば何でもいいんです。溢れてます。すごいさ、長坂のこと好きそう。アンドーフナウいいな。長坂も今日買いに行ったんだけどね。てかめっちゃ爪が伸びてきて、そう悲しい。なんかネイルするとやっぱ爪が早く伸びてるような感じがするんだなって思いました。あ、よく当たった？おめでとう。K2 公演5年ぶり？おお、中坂さんはもう初ですから、出るの。てかもう、鼻が今日やばすぎて、何これ？何鼻なんだろう？花粉とかなんかな？うふふ。あ、くるみんとちかさんのやつめっちゃ美味しそうだったんだけど。で今日触覚へんてこだよね。何これ、
次のネイルはどうしようか全然考えてません、もうやめようかなみたいな。そう、てか東北地方雨やばいですけど大丈夫ですか？中坂さんのファンの方の中で東北出身の方とか在住の方結構比較的少ない方ではあるんですけど大丈夫ですか皆さん？みんな夜行バに乗って明日来てくれるので、夜行バだとやっぱ体力がなかなか回復しないので、あの自分なりに回復する方法をちゃんと見つけてくださいね。夜行バついてからどっかで爆睡するとかね。11年ぶりの K2 やばい、楽しみましょうね。暑さがやばい、暑いよ明日も。名古屋は毎日暑いですから。中坂はもう今日ちょっと頑張ったのでちょっと誘惑に負けてアイスを食べてしまいましたけれども、でも200キロカロリーもなかったので OK。 脂質も炭水化物も他のアイスに比べて低かったから OK。 全然覚えてない、いいねいいねとか踊れない、いいねいいねそれいいねやっぱね。あとはあれも分かんない、虹も分かんない。海の向こうが見えたら風に乗るよ高く翼を広げて。クールポンチョって何？なんかすごそう。豆腐アイスはなんかもう食べれんからこう削って食べるかしようかなって思ってる。かき氷機でガリガリして食べようかな。もうなんか食べるとかの概念ない、めっちゃカッチカチ蓄冷剤みたいになってる。新潟駅らへんも地味に大雨で昨日の朝は足首くらいまでなったんだよ。え、それはやばいね。やっぱこう何ですかね、まだ梅雨前線って言ってたからまだその東北とかそっちの方は梅雨明けしてないってことですか？あ、そう、今日もアイコニックモーメンツ、出演させていただくので皆さん聞いてください。こう先輩ユニットの皆さんの洗礼を受けたというか、こう感じました、先輩の凄さを。いいね。七もなかさんには17時45とか40とかに行きました。4日行きます、楽しみましょうね。BFC って何ですか？難しい言葉とか言われても分かんない。昨日なでしこ見てたんですけど途中で寝てました。編み物しながら見てて、後半の30分くらいまで起きてたのに残り15分無理でしたね。明日仕事で行けなくなりました。いえん、そっか、お仕事頑張ってね。明日は結構前にいるから見つけてね。見つけるよ。明日どうしようかな、ストレートおろしもいいんですけど暑いかなとか思ったりしてます。最近マジ毎日これなので。タンパク質、脂質、炭水化物やで。なんかタンパク質を今日えぐいほど摂取したのでなんか筋トレした方が良さそう意味わかんないですけど、はい、今日マジで炭水化物じゃない、タンパク質めっちゃ取った。納豆食べたし、サラダチキン朝じゃない、夜昼って食べてるし、あと何でタンパク質って取れるんだろう、それくらいしか食べてないかも。編み物の深度めっちゃ悪い、なんか全然3時間とかやっても終わり見えないくらいしか進まなくて、なんかなんでできるって思ってたんだろうって
思ってるレベル。そう、サラダチキンはなんかめっちゃなんか赤いなって思ったけど、お腹痛くならなかったから赤くなかったです。みんながどこにいるか探すね。お昼抜いたら3キロ痩せた。なんかそれ無理なんですよね。お昼が一番エネルギー取らないと、一番だってさこうエネルギーに変わるから。朝とお昼はいくら食べてもいいんです、エネルギーに変わるから。夜はあんま食べないようにしてます。なんかスイスイ作れるって私も思ってたんだけど、なんかスイスイやってもやっても進んでかんくて、なんか買う人間違えたんかな、なんか細すぎて超ね難しい、苦戦中です。頑張ってます。でもなんか結局最近誘惑に負けて食べてるからダメだなって、だからこんな丸々してくるんですよ。悲しい。そう、飲み物大苦戦。もう眠たい寝たいみたいな、毎日眠たい。今日も電車で寝てたし、ね、電車で寝てて、なんか久しぶりなんか寝ててもいつもなんか起きてる起きてるの寝てるなんですけど、今日も寝すぎてなんかこうなってて、なんか隣の人ごめんマジって感じ。本当にすいません。だから本当に皆さんもでもでもですけど、今日頑張っていきましょう。お母さん今日は全然夜中まで やれるからいいねって言われたんだけど、夜中までできない、もう眠たい、今すぐにも寝たいみたいな感じ。乗り過ごしはしんかったんよ、うん、もう限界です。もう限界です。鼻がもうかゆすぎる。明日早いよ。何時に起きよう。明日何時、そのショールームを朝したいんですよ明日は。だから何時にしようかなって思ってて、9時かな、9時だな、9時からやろうかな。9時にやります。ちょっと鼻かむね。いやーい、うん、9時からやる。あーくしゃみでそう。9時からやるってことは8時にも起きなあかんから、8時にも起きたいから、てかまだ荷造りしてない。もうダメだ、荷造りもしなきゃいけないし、編み物もしなきゃいけないし、ダメだ。うわーいや9時で。ピチ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 。そんなに荷物ある？荷物ないけど、まあ、何の用意もしてない。どうしたらいい？移動中に編み物もしたいけど、移動中にもやらなきゃいけないことがあるから、もうダメだ。もうダメだ。みんなどうしたらいいな。よーえーん。どうしたらいいんだよ。
いや本当に笑えないから笑えなくないよ。なんかタスクを一つ達成した喜びはあるんですよ。でも全然喜べないくらい余裕ない。でも分かんない、意外とまだ1週間あるからいけるよね。うん、頑張ります。今日の目標は8時に起きるなら6時間寝れればいいから2時までやろうかな。だから日付変わるまでにいろいろ全部やって2時間やって、とりあえず一つの、今一つ目作ってるんだけど、一つ目の半分までは行きたい。今日中に、今日中にっていうか日付超えるけど2時間で。そうそう、謝らないで、私が全面的に悪い。でもなんか最近ダメな、 MBTI の話しかしないからもうしないんだけど、やっぱ自分は計画性がないので計画性を育てていきたいです。時間がないは覚えたの？覚えてないよまだ覚えてない全然。時間がないない、時間がないない、そんな言い訳で本当にいい、時間がないない、時間がないない、私の声に反応してね。へい、なるしゃべの公開収録当選したよ、楽しみましょうね。リアル時間がない、これまではただのエピジ、今までとは違う明日、この私でもできる。よーあよみ、変われ変われ世界を進め。そう、私は今日さ、そんなね追い込まれてる話じゃなくて、夏に何がしたいかっていう話をしたいんだよ。8月はもうバーって遊びて遊んでいきたいので、もう8月に何をするかしか考えません。8月はまず絶対にサッカーに行きます。もう私は多分こう余裕、心に余裕がないのの原因はもうサマーブレイクだからですもうサッカー見てないから、こう余裕がないんだと思う。やっぱ現地で見ないとダメだね。なので8月は絶対にサッカーを見に行きたいなって思います。で、ね、8月に私がしたいことは、そうだな、花火もしたいし、もう今年したんだけど実は、バーベキューもしたいし、行く人いないけどプールも行きたいし海も行きたいし、いろいろしたいね。何、みんなはさ夏に何がしたいの？グランパスはプレシーズンないです、行かないけどね、プール行きたいだけね。バーベキューはしたいんだよね、なんか休憩でバーベキューしたいんだよねって LINE で入れるねって今年言ったんだけど、まだ勇気が出ないです。公園に入りたい、え、待ってるよ、8月もいっぱい公園出たいと思ってるから。ナイトプールってまだ流行ってる？え、なんかプールに行くときってどうしていいか分かんなくて行けないんだよね。なんかそもそもせっかくプールに行くのにすっぴんでプールには行きたくないけど、プールって化粧して入っていいのか分かんないじゃないですか。でそもそも昼間のプールなんて焼けるし、じゃあナイトプール行きますって。別にナイトプール行ってガチ泳ぎするつもりはないけど、ナイトプールって化粧したまま入っていいのかなとか、なんかいろんなこと考えちゃって、まあそもそも水着持ってないしプールなんて行けないなって思います。お祭りも行きたいなって思ってますし、今日も8期生さんが出演してる一宮でお祭りがあったりとか、まあ、いろんなところでお祭りがあると思うんですけど、この時期ってもう祭りなんか行ってる余裕なくて、だから私が余裕できるまで祭りやっててください、どっかで10人くらいでツーリングです。あ、いいじゃないですか、楽しんできてください。花火大会いいよね、みも花火大会とか行ってみたい。秋になったら旅行行きたい、まあ、暑いからね夏は。でもなんかその暑さがこうやる気をなんてそぐっていうよりかは、私は結構その暑さで燃えていくタイプなので、暑さに対抗していろいろやっていきたいなって思います。耳鼻科と歯医者に行きたいけど勇気が出ていませんということ。耳鼻科と歯医者なんかね、1日休みがあれば行けますから行きましょう。
お前に言われたくないよとかいうコメントは受け付けていません。はい、余裕ができるのはもう全然8月中旬までないです。もうとりあえずサイン会が終わるまではないかな。もう追われてるの今。やっと K2 が終わったって思ったら2日後がサイン会なので、それまでにサインを書かなければならないんですけど、5日しかないやんみたいな。朝10時から6日朝10時からサイン会だから、6日の朝やればいいとかの概念もないから、多分5日にやらなきゃいけないじゃん。でも ありがたいことに5日はお仕事がないので、もうそれに集中していきたいなって思います。そうですね、そんな感じです。ケイツコ当たった？え、おめでとうやん。ナガちゃんは忙しいわけじゃないんですよ。勝手に自分で追い込んで追い込まれていってるだけなので、なんかこのなんなら今めっちゃ暇なの私。休みしかないのね。だって今週とか火曜日に公演した以外、火曜日に公演と水曜日にサマーツアーのリハがあったくらいで、それ以外仕事ないので、明日 CBC ラジオ夏祭りと明後日サマーツアーがあるくらいで、今週比較的暇な1週間だったのに、全然自分の中ではそう暇だなっていう感じがないの。そうで、来週もめっちゃ暇なのね。暇って言い方良くないけど、そのお仕事で忙しいかって言われたらそんなこと全然なくて、月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も金曜日も休み、お仕事は。だからなんか全然忙しくないの。なのにこんなに自分に余裕がなくて、なんか逆になんでなんだろうね。そうそう。自身に人参をぶら下げてみてはってどういうことですか。そう、あ、8月1日は公演がありますね。8月1日以外、8月1日公演じゃん。え、じゃあ1日練習できないじゃん。そうだよね、全然。終わったらご褒美って意味ね。終わったらご褒美、終わったらご、今日はこうかまぼこみたいな魚食べましたよ、ご飯に。サンマなんですけど、こんな感じでこう開かれてました。美味しかったです。あ、サンマの煮物じゃなくて干物です。サインだけは当たりました。サイン会すごい楽しみです。あの、皆さんのおかげでサイン会も抽選会もチェキ会も完売しているみたいで、すごい嬉しいなって思いますし、まずびっくりしました。本当にありがとうございます。あの、全部において楽しみなんだよ。もちろんそのこんなに追い込まれてるけど、編み物することだって別に私にとっては結構楽しみの一つだし、その皆さんのもとにいいものが届くように頑張ってるから、そのこれのせいで私追い込まれてるなんて一言も思ってないんですけど、はい、K2 公演も超楽しみだし、サイン会も抽選会も楽しみだし、もうこの先の予定全部楽しみなんですけど、本当にいろいろいつも重なってしまうというか、まあ、自分の計画性のなさがこういつも露呈してしまって、自分が追い込まれて苦しくなってしまうので、あのこんな自分を変えていきたいなって思います。はい、2時で撮ろうとしたらサインも特典会も何も撮れなかった、嬉しい悲鳴だねということで、じゃあその分いっぱいお話ししに来てね。待ってます。そう、プライベートもめっちゃ削ってる。だって私テトリスしてないもん今日。
ごめんね、テトリスしてないもんとか、ふざけんなよって話だよね。ごめんね、テトリス今日してないから。テトリスもナンプレも今日してない。でもなんか自分の携帯のスクリーンタイムを見るともうずっと X 触ってんの。だからちょっと X を触る時間を減らしていきたい。え、じゃあマジで毎日テトリスとナンプレして生きてるんだけど、今日に関しては一回もテトリスもナンプレもしてないね。本行きますよ、待ってますね。8月4日ね。今日いっぱいポストしたね。今日いっぱいポストした。今日ずっと X 触ってたと思う。だからみんなのいいねとかリポストとかがめちゃくちゃ伸びに関わってくるので、今日の夜投稿したやつも皆さんあれしてくださいね。リポストしてください、いいねもしてください。テトリスとナンプレは全然禁止されても大丈夫なんですけど、テトリス無限大で楽しい。そう、フォトサーかみんながいいねしてください。目が疲れるから余計に疲れてるんじゃない？確かにそれはありそうですね。でもなんか結局毎日寝落ちしてるの。なんかその編み物しながら寝落ちして、あーやっちゃったって言っても夜中にお風呂入るみたいな、このルーティンが多分一番良くないんですよ。なんかさ、絶妙に2時間とかだけ寝て起きてまたさ3時間4時間しか寝ないみたいな、結構良くないルーティンを過ごしてるから多分疲れも取れないし、電車とかで寝ちゃうから、寝ても寝ても眠たい理由これです。でもね、今日はもう2時までやるって決めたので、日付変わる前にやらなきゃいけないこと全部終えてから2時までやりたいなって思います。そう、そして夏に私が行きたい場所は、そうですね、なんか行きたい場所というより誰かと一緒にお出かけしたいなの方が強くて、友達が県外に今いて、大学進学で、その友達と会いたくて、本当はその友達と今週も電話する予定だったんですけど、もう本当にごめん余裕がなくて電話できないって断って、先延ばしにしてもらってるので、その子が名古屋に帰ってきて、まあ、電話じゃなくて直接会えたらいいなって思います。はい、やっぱその周りがすごく忙しそうでなかなか会えなくなってしまった。もともと会ってなかったんですけど、なかなか会えないので、そう、友達と遊びに行くおは会いたいなって思います。普通に遊びたいね、友達と。なんかどっかに行くよりも本当に誰かに会いたいって感じ。そう、夏休みに会えるのね、やっと会えるんですよ。だからその子が県外に行く前に会ったのが最後だったので、そうそうそう、普通になんか名古屋市内とか、まあ、愛知県内に進学した子とかはたまに会うんですけど、普通に駅とかで、やっぱ県外はさすがに会わないから会えたらいいなって思います。わあ、もう23時ここで終わるべきなのか。でもまだちょっと喋りたい、8月についてまだ全然喋ってない。8月についてあと5分だけ喋ろうよ。ねえ、8月はあと何がしたいかっていうと、何がしたいかな、何がしたい、みんな友達と遊ぶのってマジ大事。8月は英語で August、 おたかつしたいです。あー、もう間違いない、公園行きたい。結局外れた。ピエバーベキューしたい。ミエ もう全然役係でいいからバーベキューしたい。8月は暑いから動きたくない、それも確かにある。公園入りたい、劇場入りたい、推し活、とりあえず試験落ちたから遊び尽くしたい、ポジティブ。まあ引きずることは良くないですからね。
ハンズフリーのイヤホンで喋りながら編み物は、ハンズフリーな、友達と電話ってことですか。でもなんかその編み物してる時間がめっちゃ夜中だから、その昼間はレッスン所にこもって覚えてるから今そう余裕がなくて休みたい。切実ね。体のケア、温泉、温泉いいね。オルーさん写真集イベントも行きたいね。オルーさんの写真集楽しみだね。名古屋行きたい。私も名古屋にみんなで来てほしいよ。早く涼しくなってほしい。間違いないね。一発ギャグなんてないですよ。花火見に行きたい。いいね、見に行きたいね。一回劇場入りたいな。待ってるよ。推しの生誕祭に入りたい。当たりますように。冷房の効いた部屋でゴロゴロしたい。切実だ。てめえもなんかゴロゴロデイしたい。わーい、ゴロゴロデイしたいわ。8月は16休めば5連休。間違い、全然5連休、9連休だった。9連休長いいな。いいねいいね。8月初日から中ちゃんたちの見れる、楽しみましょうね。フェス行きたい。あ、フェスいいって言いますよね。でもフェスって超熱そうじゃない。ちょっと楽しかったからまた教えてね。仕事したくない。頑張れ。働くことは大切だ。バーベキュー付きの公演してください。どこでバーベキューしましょう。テニスとゴルフ三昧、いいじゃん。スポーツだね。劇場の中坂さんを久しぶりに見たいっす。見に来てください。公園行ってない。羽田が楽しみ。楽しもうね。温泉いいね。買い溜めた本を消費したい。本読めるんですか。大人ですね。電話はメモワイヤレスでしますよ。ワイヤレスオアスピーカー。8月コンサートで福岡行くからおすすめ知りたい。全然福岡、福岡のおすすめは九州醤油味のポテトチップスです。池田さんにいるって聞いたら別にいらないって言われたからあの食べたいと思います。一人焼肉いいじゃないですか。寝坊して二度寝して昼寝して寝落ちしたい。最高だね。昼寝したい。新しいカメラ買いたい。みゆもレンズ欲しいんだよね。新しい友達と会うの優先してあげてね。もちろん休みに入った瞬間に会いに行きます。会いに行くっていうか名古屋に帰ってきた瞬間に会いに行きます。お盆休み何しようかな。お盆休み何していいか分かんないよね。みゆおばあちゃん家に帰れればいいなって思います。とりあえず8期ライブ行く。パチパチパーチいいですね。明日も暑いよ。中ちゃんなりの楽しみを極めます秋になったら日帰り温泉いいですねいいねいいね。みんないいです。うなぎ食べたい。私も8月後は絶対にうなぎ食べますから。だって8月4まで頑張った自分へのご褒美じゃないですか。なんならもうお母さんとかお父さんのお金でうなぎ食べたいです。はいうっさぴゃーん。いいねみんなそういいな。みんなの楽しみがあっていいな。私も楽しみ作ろう。8月に、8月の楽しみはなんだろうな。8月の楽しみはサイン会。楽しもうね。お盆は帰省ですね。帰省ね。私もおばあちゃん家帰りたい。遠征したいんですけど意外となんかこの先なくて、遠征がしばらく、普通に8月は湘南しかないから湘南に行けたら行きたいけど、湘南の日もめっちゃプライベートで用事があるからどっちを取るか今悩んでます。普通に9月以降の予定はない、なんか分かってないわけではないけど、まあ、例年ね、例年9月は忙しいのでまあ無理だろうと悟ってます。10月はなんか10月より11月がすごい多かった気がするんだよな。10月は福岡に行きたいんだけどまあ無理だと思うので、10月4なんですけどまあ無理だと思うので福岡は諦めました。で11月かな、11月が結構相次ぐんですよ。アウェイ
だからそこでアウェイしていきたいです。アウェイしていきたいです。ということで8月もみんなと一緒に楽しい思い出を作っていきたいなって思います。イエーイ。皆さんも楽しい思い出を一緒に作ってください。イエ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 イ。それではもうそろそろ終わります。あ、髪が。今日は池田におんぶしてもらったので元気になりました。終わります。意味わかんない話の締め方しちゃった。まあもうちょっと自分に余裕ができたらみんなにもっと楽しんでもらえることをいろいろ考えていきたいなって思うので、あのミュウに余裕ができるまで待っててください。終わります。脈略はないけど中坂の中では何かがつながって出てきた話なので、まあ OK で終わります。眠いでよ。絶対配信終わったら寝ちゃうべ。いきます。白のほにほにょさん、白のほにほにょさん、ハート限界ハムスターさん、ハートピピヘピさん、タラのオンプトイプードルさん、バライス、トートイセキさん、シャボン玉トイプードルさん、バライス、モフモフさん、バライス、マイク持ってる女の子さん、ハートクロワッサンさん、シャボン玉コータコさん、限界ハムスターさん、ハートクロワッサンさん、バライス、ルヌンネコさん、バライス、限界ハムスターさん、ハートガローさん、レインボー、エスケのクマさん、バライス、トートイセキさん、ハートミラーボールニキさん、ダルマハート、モフモフさん、バライス、ミラーボールニキさん、バライス、シャボン玉グッドゲーム、トットイサキさん、ハート、ナミノイラスカーさん、ブラーボー、ミラーボールニキさん、ハート、ダルマダルマ、限界インハムスターさん、ハート、グデータマさん、ハート、ハート、モフモフさん、バライス、ピピヘピさん、タラーの音符、限界ハムスターさん、ハート、ヒヨコさん、バライス、バライス、トットイサキさん、バライス、バイクネコさん、コッタコさん、トットイサキさん、レインボー、ガローさん、バライス、ダンシンガヒルさん、バライス、ルルンネコさん、ハート、バイクネコさん、コッタコさん、ガローさん、バライス、ヒヨコさん、バライス、ガローさん、バライス、カッパさん、バライス、ヒヨコさん、ハート、ルルンネコさん、レインボーパンダさん、バライス、ピーピーヘピさん、タラーのオンプ、白のクマさん、バライス、ピースさん、ハート、白のホニホニさん、カラフルペンライト、たい焼きアイスさん、バライス、ピースさん、ハート、限界ハムスターさん、ハート、白のクマさん、バライス、ルルンネコさん、バライス、ピースさん、ハート、ストロベリーニャンコマカロンさん、ハート、限界ハムハムハムスターさん、ハート、チカさん、ハート、ピースさん、ハート、ストロベリーニャンコマカロンさん、ハート、ハート、チカさん、ハート、限界ハムスターさん、ハート、ハート、ダンシングヒルさん、バライス、ミラーボールニキさん、ダルマ、ハート、ルンルンネコさん、シャボンナムメガネさん、お花、ダンシングヒルさん、バライス、ピピヘピさん、タラン、オンプ、キランノさん、ハート、イコラブちゃんさん、レインボー、キランノさん、ハート、カイカイ、違う、カブトさん、ハート、世界さん、バライス、限界ハムスターさん、ハート、マイク持ってる女の子さん、バライス、パンダさん、ハート、キランノノさん、ハート、ズンナマンさん、結婚して、キランノノさん、ハート、白のクマさん、バライス、カブトさん、バライス、ダンシングアヒルさん、バライス、ルルンネコさん、ハート、ピースさん、ハート、黄色の巨人さん、ハート、ピースさん、ハート、世界さん、バライス、ダンシングアヒルさん、バライス、ピースさん、ハート、ノノさん、ハート、ピースさん、ハート、限界ハムスターさん、ハート、ピースさん、ハート、黄色の巨人さん、バライス、ピースさん、ハート、ルンルン猫さん、お花、白のクマさん、フルーツポンチ、メガネさん、ハート、ピースさん、バライス、ミラーボールニキさん、ダルマ、別のミラーボールニキさん、ライフ、お化けさん、凍った子さん、お花さん、バライス、ミラーボールニキさん、ライフ、お化けさん、フルーツポンチ、バレンタイン中坂さん、バライス、ピースさん、レインボー、お花さん、バライス、お化けさん、バライス、バライス、限界ハムスターさん、ハート、シャコキドグーさん、雪だるま、お化けさん、ハート、ずんどうぶたさん、ハート、ハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださったたくさんの皆さん、本当にありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。そうだ、あのね、
フォト坂でまだ上がってないメンバーの写真は明日の午前中に載せる予定なので、明日までチケットが買えるので、ちょっと明日の午前中に載せようと思ってるので首を長く待っててください。ということで今日もたくさんのギフト改めて本当にありがとうございます。イエーイ。ということで今日も凍った子さん、バラアイス、雪だるまなどなどでひんやりしたということで、続きましてランキング読みたいと思います。今日の中身は73位はデケデケデケデン、バレンタイン中坂のアバターのみなちゃんです。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。ということで今日の73位の方、そして狙ってくださった近い皆さん、惜しい皆さん、ありがとうございます。続きましてランキング読みたいと思います。間違えました、20位から読みたいと思います。せーの、もぐもぐさん、丸橋ひろゆきさん、トワイライトさん、セカンドさん、タクタクさん、マックフロントさん、山田アルさん、ありがとうございます。イエーイ。ということで今日の20位から10位の皆さん、ありがとうございます。では続きまして13位から見ます。13位さくらさくさん、ありがとうございます。とたやさぎぴょんぴょん。12位、12位ファイトさん、ありがとうございます。お花がフラワー。11位とみっちさん、ありがとうございます。ルンルンネコルン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 。10位スーパードライさん、ありがとうございます。バイクネコブーン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 。9位泣きがらさん、ありがとうございます。モフモフモフ。8位まこさん、ありがとうございます。ずっと見てて。7位どんぐりの和田さん、ありがとうございます。どんぐりコロコロ。6位水の音さん、ありがとうございます。ぐわ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 。5位かちゅうさん、ありがとうございます。ピースピースピース。4位北の SK カラカラさん、ありがとうございます。波乗りラスカルルルルルル。3位すよさん、ありがとうございます。こじこじだよ。2位たけさん、ありがとうございます。社交気ドグ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 。そして今日の1位はドグドグドドグドグドドグ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 ドンデン、 S ハート73推しさんです。イエーイ。せーの、ガローさん、ガローさん、ガローさん、ありがとうございます。そして他にも皆さん今日も配信を見てくださってありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。明日はですね、朝配信9時からやりたいと思っておりますので、皆さんぜひ9時から見てください。よろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。この後今日はですね、アイコニックモーメンツありますので、各代表ということで代表メンバーに選んでもらったのでね、皆さんぜひ聞いちゃってください。よろしくお願いします。明日も楽しい、明日は特に楽しい一日になると思いますので、夏って感じを感じられるようにみんなと楽しみたいと思います。暑いので皆さん暑さ対策万全でお願いします。そして今日の3連単は、まあ安牌でいくと376かな。73でした、悔しい。ということで3639盛り上がりありがとうございました。明日の朝また会いましょう。みんなも早く寝てね。せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、あっち向いてほい。今日の合言葉はサンキュー、バイバーイ。皆さんおやすみなさい、バイバーイ。今日休みメール送れなかったからごめんね。おやすみ。寝ちゃダメだね。アイコニックモーメンツ聞いてください。